スペンサーズ・オーディナリーの戦いは、アメリカ独立戦争後半の1781年6月26日に、バージニア州ウィリアムズバーグ近くで起こった、アメリカ大陸軍と、イギリス軍との小戦闘である。大陸軍はラファイエットが派遣した、リチャード・バトラー大佐の部隊、イギリス軍は、チャールズ・コーン・ウォリスが派遣した、ジョン・グレーブス・シム・コー・チューサの部隊が、 ウィリアムズバーグからさほど遠くない道路の交差点にあったスペンサーの酒場近くで衝突したは、午後で酒場、定食屋を意味した。ラファイエットの部隊はバージニア中部からウィリアムズバーグに向けて移動するコーンウォリスの部隊に付きまとっていた。シムコーの部隊がコーンウォリスの本体から分離されていたことを知ると、その動きを遮断するためにバトラーの部隊を送った。 双方の部隊は互いにその本体が援軍に来るのではないかと心配しながらも戦闘に入った。1781年5月、チャールズ・コーン・ウォリスの部隊は南北カロライナで長い観測船行動を行った後でバージニアのピーターズバーグに到着した。到着した時に率いていた1400名の部隊に加えて、 すでにバージニアでベネディクト・アーノルドの指揮下にあった3600名の指揮を引き継ぎ、さらにニューヨーク市から派遣された援軍約2000名が合流した。これに対抗したのは当時リッチモンドにいたラファイエットの率いる大陸軍だったが、その勢力はやっと3000名ほどであり、その中には戦闘経験の足りない民兵が大勢いるためにかなり勢力が劣っていた。 アーノルドの前任者、ウィリアム・フィリップスに与えられていた命令に従い、コーン・ウォリスは、革命側を支援するバージニアの勢力を削ぐことと、ラファイエットの部隊を追うことに努めた。コーン・ウォリスはその勢力的な優勢を活かして、バージニア中部の経済、軍事及び、政治の標的を襲撃するために文献隊を派遣していたが、ラファイエットはおよそ1ヶ月もコーン・ウォリス軍との、 衝突を避けていた。その後コーンウォリスはその軍を東に転じて、ウィリアムズバーグに進んだ。大陸軍のアンソニー・ウェイン将軍の率いる援軍と、ウィリアム・キャンベルの率いる民兵隊を加えて、約4000名となったラファイエット隊は、コーンウォリス軍の後を追った。勢力が増したことで強気になったラファイエットは、コーンウォリスが送る、食料調達や、 襲撃のための文献隊に対抗するために、自軍からも文献隊を派遣した。このような文献隊は、様々な連隊から選抜された部隊で構成されていた。通常ラファイエット軍の前衛に使われた中には、ウィリアム・マクファーソン大尉のペンシルベニア騎兵と不評の混成部隊、及びリチャード・コール少佐とジョン・ウィリス少佐の指揮するバージニアライフル銃狙撃兵中隊があった。 ジョン・グレーブス、シムコー・クイーン・レンジャーズの制服姿ジャン・ローレン、モスニエが、1791年ラファイエットは、ウェインとキャンベルの部隊が加わった後、コーン・ウォリス軍の部隊との海戦を望んだが、必ずしも全軍での衝突は、望んでいなかった。コーン・ウォリス軍がウィリアムズバーグに近づくと、ジョン・グレーブス・シムコー中佐とそのクイーン・レンジャーズ隊が、 近ホミニー川沿いの船を破壊し物資を調達するための襲撃から戻っているという情報がラファイエットとウェインの元に入った。シムコーの舞台にはレンジャーズに加えてヨハン・エバルト・タイとヨハン・アルタウス・タイの率いるヘッセン・イカッセルからの両兵数個中隊が加わっていた。6月25日夜、ウェインはリチャード・バトラー大佐の前衛隊にマクファーソン、コール。 ウィリスの部隊を加え、シムコ隊の遮断に送り出した。マクファーソンの指揮する約50名の竜騎兵と50名の不評の前衛隊が、ウィリアムズバーグの北約6マイルの道路交差点に、あった酒場、スペンサーのオーディナリー近くで、シムコの前衛隊に追いついた。ヨハン・エバルトが描いた戦場の地図。大陸軍は黄色、イギリス軍は青色で示されている。 シムコウ隊は道路をウィリアムズバーグ方面に進んでおり、リチャード・アームストロング少佐の不評と両兵が牛の群れを護衛しており、シムコーとその騎兵隊は約1時間の遅れで進んでいた。その部隊はスペンサーのオーディナリーで再集合し、休息のために停止していた。シムコーは地域にある兵が偽装工作を行うために絶好の場所になったので、 それらを壊しておくように命じていた。この部隊が休息している間に、ロイヤリストのいくらかは地域に見つけられる牛をさらに集めようと出て行き、また騎兵はその馬に餌をやるために近くの農園に行っていた。マクファーソンの部隊がその騎兵たちに出くわし、その将兵が本隊に警報を送った。シムコの騎兵隊がマクファーソンの隊列に突撃しこれを蹴散らした。 マクファーソンとその部下の多くは混乱の中で乗馬を失い、バトラーの本体の先方が到着する前に数人が捕虜になった。シムコーはその不評の大半に、騎兵隊を援護するために駆けつけるよう命じ、両兵と警不票を到着する、敵部隊の側面をつけるように右手にある森の中に送った。シムコーは捕まえた捕虜を尋問することで、ラファイエットが、 それほど遠くにいないことを知った。シムコーはコーンウォリスに伝令を送り、牛の護衛隊はウィリアムズバーグに進ませ、防衛点として道路に木を切り倒してバリケードにするよう命令した。さらに高台に実際よりも多くの兵士が戦列を作っているように、大陸軍に思い込ませるように計算して、事態の大列を組ませた。 バトラーの本隊が到着すると、シムコーは不評に突撃を命じた。これで、バトラー隊の第一波を近くの森の中に追い込み、森からは、両兵がそれらの兵を追い出した。しかし、バトラーの部隊は、前進を続けた。シムコーは、騎兵隊に突撃を命じ、より大きな部隊が到着している印象を与えるために、野砲を発砲させた。この突撃で、 バトラー隊を交代させ、両軍の間が離れた。シムコーは、ラファイエットの本隊が近づいていることを心配し、バトラーは、シムコーの計略で騙されていたために、両軍は矛を収めた。シムコーは、部隊の負傷兵に急戦機を持たせて、酒場に残し、ウィリアムズバーグに向かう道路を降り、約2マイル進んだところで、コーンオリス本隊と合流した。大陸軍は、 タイヤーのプランテーションにあった、ラファイエットの宿営地に撤退した。シムコーは酒場に戻り、負傷兵を回収できた。シムコーは、自軍の損失を、戦死11名、負傷25名、大陸軍の損失を、戦死9名、負傷14名、捕虜32名と報告した。ラファイエットは、敵軍60名を殺害し100名を負傷させたと主張したが、 コーンウォリスは、イギリス軍の戦死負傷を合わせて32名と主張した。コーンウォリスの挙げた数字は、歴史家のフライヤとドラコットが挙げたドイツ兵の損失を、除いた数字と一致している。戦場跡は、現在のウィリアムズバーグ市にある、ジェームズ・シティ軍のフリーダム公園敷地内にある。公園が発行している資料には、正確な戦場跡が記されているか明らかでない。 大陸軍の指揮官バトラーについて資料は異なった見解を示している。初期の歴史資料で、ベンソン・ロッシングはこの作戦初期にダニエル・モーガンの下についてもいたパーシバル・バトラーというものだったとしており、ヘンリー・ジョンストンはストーニーポイントの戦いでの英雄、リチャード・バトラーだとしている。近代の歴史資料では、フライアとドラコットがリチャードだとし、ブレンダン・モリセは ジョン・バトラーだとしている。ただしジョン・バトラーはロイヤリストなので明らかに誤りである。ありがとうございます。